ドーチェスターコーチの要塞化は、アメリカ独立戦争の2年目、1776年3月4日の夜半に、ボストン港を見下ろす高台を大陸軍が要塞化した行動であり、1年間近く続いていたボストン、包囲戦を終わらせ、イギリス軍がボストンから撤退するきっかけを作った。ドーチェスターコーチは、ボストン市とその港を見下ろす位置つらなりの低い丘であり、 ここに、ジョージ・ワシントン将軍が指揮する、大陸軍が強力な大砲を設置した。ボストン市を占領していたイギリス軍を指揮する、ウィリアム・ハウ将軍は、これらの大砲が、自軍や港の艦船の脅威となるので、要塞を排除する作戦を検討した。しかし、暴風雪にその作戦も遮られ、ボストン市の明け渡しを決断した。ボストン包囲戦の合場に、 市内に逃げ込んでいたロイヤリストを伴ったイギリス軍は3月17日に市を離れ海軍の艦船でノバスコシアのハリファックスに向かった。アメリカ独立戦争の開戦を告げた歴ントンコンコードの戦いの後1775年4月19日にボストン包囲戦が始まっていた。この包囲戦を支援するためにコネチカットの民兵隊を率いてきていた。 ベネディクト・アーノルドがマッサチューセッツ安全委員会に防御の薄いタイコンデロガトリデに大砲など貴重な軍需物資が保管されていると伝えその捕獲を提案した5月3日安全委員会はアーノルドに大佐の位を与え部隊を組織してトリデダッシュの任に当たることを承認したアーノルドはイーサン・アレンとその配下部隊であるグリーンマウンテン・ボーイズと共同し コネチカットから連れてきていた民兵隊にマサチューセッツ西部の民兵隊を加え5月10日に大根デロガトリデを奪取しその軍事物資を捕獲した。ジョージ・ワシントンが1775年6月にボストン郊外に駐屯していた大陸軍の指揮官に就任した後ヘンリー・ノックス大佐が包囲戦のために大根デロガトリデから大砲を運んでくることを提案した。 結局ノックスはタイコンデロガからケンブリッジまで、その武器を運ぶ任務を与えられた。ノックスは11月にタイコンデロガに赴き、陶器の3ヶ月を要して、総量60トンに及ぶ大砲などの武器を運んだ。これには船、馬や牛に引かせたソリ、及び人力を用い、質の良くない道路を進み、半分凍った川を渡り、人も、 ほとんど住んでいないバークシャーズの森や湿地を抜けて、ボストン地域にたどり着いた。歴史家のビクター・ブルックスは、ノックスの功績を、この戦争全体の中で、最も途方もない平坦業務の功績の一つと呼んだ。ウィリアム・ハウ・将軍を筆頭とするイギリス軍の指導層は、以前からドーチェスターコーチの重要性を認識していた。それは、チャールズタウンにあるコーチともに、 ボストン市とその外交を見下ろしていたからだった。当初サミュエル・グレーブス提督後にはモリヌ・シャルダム提督が指揮するイギリス海軍が陸のイギリス陸軍を守り、また包囲された市内に物資を運んでいたので、港が重要な要素だった。包囲戦の初期にイギリス軍はこれらの高地を確保する作戦を持っていた。手始めにチャールズタウンの高地よりも港に対する、 見晴らしの良いドーチェスターコーチを占領するつもりだった。バインカーヒルの戦いを引き起こすきっかけになったのもこの作戦がアメリカ側に漏れたことだった。ドーチェスターコーチに立つジョージ・ワシントン、ギルバート・スチュワートが1806年ワシントンが1775年に包囲戦の指揮官となった時、まだ占領されていないドーチェスターコーチを確保することも考えたが、 自軍はイギリス軍からの攻撃に耐える準備ができていないと感じてそのアイディアを退けた。この高地を抑えることについて1776年2月初旬にも再度議論されたが土地の安全委員会はイギリス軍が強力であり重要な火薬など軍事物資の供給量が少ないと考えたのでその時はこの作戦を受け合えなかった。2月が終わるまでにノックスが タイコンデロガトリデから大砲を運んで到着しており、火薬や砲弾も補充されていた。ワシントンは行動を起こす時だと決断した。ワシントンはまずタイコンデロガトリデから運んできた思い、大砲のいくつかをケンブリッジのリーチミアズ・ポイントとコブルヒル、及びロクスベリーのラムズダムに据えさせた。同チェスターコーチに向けた作戦行動に対する用道行動として、 3月2日の夜にボストンに向けてこれらの大砲を発砲させイギリス軍からも反撃してきたが両軍ともに重大な損失はなかったこの砲撃は3月3日の夜にも繰り返されその間にもドーチェスターコーチ確保の準備が続けられた3月4日夜砲台から再度砲撃が始まったが今回は別の活動が伴っていた ジョン・トーマス将軍が約2000名の兵士と静かにドーチェスター高地の頂上に行軍し土木工作の道具や大砲課題を運び上げた。干草の束を部隊の通り道と港との間に置き活動の音を消すようにした。夜を徹してこの部隊と交代部隊が大砲を運び上げ町と港を見下ろす位置に土塁を作り上げた。ワシントン将軍も付き添って 式を挙げ、三月五日が、ボストン虐殺事件から六周年に当たることを思い出させて激励した。午前四時までに消火器や武道弾ならば抵抗できる砦を作り上げた。陣地での作業が続けられ、木を切り倒し、イギリス軍が襲ってきても防ぐことができるよう坂もぎを作った。土塁の外には石を詰めた樽を置き、防御工作の一部であるかのように見せて、 敵が攻撃してきた時には切り落とせるようにした。反逆軍は我が軍全体が1ヶ月でやるようなことを一晩でやってしまった。ハウ将軍1776年3月5日、ワシントンはハウ将軍とその軍隊が逃亡するか丘を取りに来るかどちらかだと予測した。しかし丘を取りに来ることはおそらくイギリス軍にとって大惨事になった。 バンカーヒルの戦いを繰り返すことになったであろう。ハウが丘への攻撃を始める決断をすれば、ワシントンはケンブリッジからボストン市への攻撃を始める作戦だった。その準備として、2隻の砲台船とおよそ3000名の兵士を運ぶために十分な量の船を用意していた。ハウの選択肢に関するワシントンの予測は正確だった。それは正しく、 ハウが検討した選択肢に一致していた。イギリス艦隊の司令官シャルダム提督は丘の上の陣地を奪わない限り艦隊は危険な状態にあると宣言した。ハウとその参同は丘を奪い取ることを決断してその作戦を立て暗闇に紛れて陣地を攻撃するために2400名の兵士を派遣する準備を行った。ワシントンはイギリス軍の動きに気づき、 他の上の部隊を増強したので、ドーチェスターの防御船には6000名近くもが配置されることになった。しかし、3月5日の遅くに暴風雪が始まり、その後数日間攻撃を始めるチャンスがなくなった。その嵐が収まるまでに、ハウは攻撃開始について再考し、ボストンを維持しようとするよりも他のもっと価値の高い。 場所で戦うために軍隊を温存しておくべきだと考えた。ハウは代理人を介してワシントンにイギリス軍が妨害されずに街を離れることを認めるならば街を焼き払ってしまうこともないと伝えさせた。その後数日間の活動と悪天候が続いた後の3月17日、イギリス軍は船でボストンを離れノバスコシアのハリファックスに向かった。 これには1000人以上のロイヤリスト市民も従った。ドーチェスターコーチの記念碑1902年、混流ドーチェスターコーチの要塞は独立戦争が終わるまで維持され、戦後に放棄された。米英戦争の時、イギリス軍の侵略に備えてこのコーチは、再度要塞化され、駐屯された。米英戦争が終わると完全に放棄され、19世紀の後半から、 ボストン港の埋め立て材料として使われた。1902年、地域の歴史に関する興味が上がってきたことに伴い、現在の南ボストンの高台に記念碑が建設された。地域の多くのアイルランド県市民が、ボストン市を含むサフォーク郡で3月17日を、解放の日と名付けて、休日とする提唱者ともなった。この日は、 アイルランドの祝祭日である聖パトリックの祝日でもある。ドーチェスターコーチの後は1966年にアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定され、1978年にはボストン国定歴史公演の一部としてアメリカ合衆国国立公演局の管轄下に入った。ありがとうございます。